シンゴジラっていうのがありました、今。シンゴジラ、シンゴジラね。シンゴジラね。僕、自衛隊の人が見たって言って話しちゃっていいんですかね、今ね。大丈夫ですかね。いいですよ。いいですか、いいですか、はい、無料枠で。いや、僕ちょっと自衛隊関係者の人とちょっとあるんですけど、うん、あの、これ、シンゴジラだとまあみんなついていけると思う。あの、まあまあ。倒幕って分かりますかね、あの、統合幕僚幹部ってとこは、うんはい、まあ一応、三軍の一応真ん中に集まる、一番まあ一応トップのところに勤めてた人、うん、だからまあどちらかというと政権とのね、うん、あの倒幕勤めてた人がやっぱその政治とのその付き合い多いわけじゃないですか、うん、まあそこの人が見てたんですけど、うん、その人が僕に直接教えてくれたのは、うんはい、あれってあの防衛出動じゃないですねと、うんまあ、外注対策で全然 OK ですと言ってました、うん、実際あの外注対策でも外注駆除でも OK言ってましたね。はい。なぜかっていうと、昔、うん、これ、結構、その手の人には結構有名な話なんですけど、うん、あれ、外注じゃないですか、まあ、ゴジラってある意味、うん。同じような事件が北海道で昔あって、まさに。あの、トドが荒らしてる、なんか島があって、そこ漁場だったんですけど、トドが今居座って、そこに近づけないと。新トドが。なので、このトドを。新トド。そう。トドを、あの、なんとかして駆除してくれと。うん、初め、銃とかで持ってって撃ったんですけど、うん、トドって皮すごいじゃないですか。うん、分厚い。まさにゴジラ。まさにゴジラ状態。はいはい、いくら撃っても全然とどめさせないんだって、うん。しょうがないから、じゃあ F86 で行ってくれって。F86 で撃って駆除したらしいです。本当、実際自衛隊がやったっていう。あった、はい、ありました、本当に。これは、あの、全然、あの、あれですよ。はい。出てます。昔のニュース、そう。防衛出動じゃなくて外注駆除で行ってますから。だからそういう意味では、外注駆除でもいいですよっていう話ですね。はい。でもそれって無制限できるもんなんですか？じゃあ、重式戦車持ってきますとか。いや、まあでも、ある程度は。じゃあ例えば、トド、うんあの、滅ぼすために、トドをやりました。重式戦車持ってきますみたいな。いや、でも戦車、その、トドのいるところにあんま行かないでしょ、まあ、あれ、島にいるわけですから。アパッチだったらまあいいかじ、いけますね。いけますね、うん。むしろアパッチ使ってもらいたいですよ、僕は。はい。後方もなくなりますね。粉砕ですね、完全に。はい。トドってでも、撃てないんだ、銃だと。銃だと撃っても、中の脂肪が強すぎて、致命傷を与えられないらしいんですよ。なんか、あの、北斗の拳のやつみたいだね。飛行がない。技打っても飛行が飛行がない。飛行までこれずっと行かないっていう。ハート。ハート様。ハート様。知ってんな、みんな。めっちゃコメント流れてますよ。世代がわかりますね。世代がわかるから、うん。確かにそうですよね。うん、あ、演習場のね、しかね、確かにそうですよ。うん、あると思いますよ、だからそういう。あの、だからゴジラは別にそれでありだと。多分、ゴルゴ13だと同じ場所をずっと打つね。うん、目だけ打ち続けて。あ、なるほどね。あの、同じところ、ね、同じところを打ち続けて。無表情。やるでしょうね。やるでしょうね。ケンシロウと同じやり方をやっていくだろうね。そう。あと、あの、やっぱほら、例の武蔵小杉で玉川で迎え撃つシーンあったじゃないですか、うん、シンゴジラ、はいはいはい。あれはね、情けないって言ってましたね。同じとこに普通並べないと、うん。もう普通に必ず展開させるんだと。うん、いろんなとこに、うん。で、いろんなとこからばらけさせて集中砲火するのに、うんうんうん、なんで玉川の河川敷に並べたんだ、うん、あんなの絶対その、ね、陸上自衛隊的にはもうあんなアウトだと。だからそもそも一発食らったら終わりじゃないですか。そう集中的にバーンって。しかも、あそこシーンとして渋滞するシーンがあったでしょ。うん、あんな渋滞するシーン自体がもういかんの。おかしいと思う。おかしい。あれだから多分、まあ監督のこだわりなのかもしれないけど、うん、一気にこうバーッと並べるってあんなの絶対やらないと言ってました。うん、混沌を出したかったんですね。そう、絵的な問題かもしれないですよね。はい、そう、まあ、なんかこう、分散してると迫力ないですからね。一気にこう、まとまってた方が、まあ、絵的にね、こんだけ出したんだって、あるんでしょうね。はい。確かに。そうなんですよ。はい。言ってました、ね。でもまあ、一応、なんか、あれによって、いろんなことが話し合われるようになったからよかった。うん。例えば、市ヶ谷とかって、もともとさ、皇居を守るためにあったのに、うんうんうん、市ヶ谷にもう今、兵器がないだろうと。あ、だから皇居今度になった、なんかなった時に、ゴジラが来た時に、ね、守れんのかと、うんうん、本来市ヶ谷に武器がないといけないはずなのに、まあ、パック3かなんか展開してますけどね、うんうん、それだけになっちゃう。パック3じゃちょっと、はい、うん、あれですね。だからやっぱちゃんとそれ考えて、うんうん、ゴジラは皇居を避けるから、確かにね、避けてますね。国会議事堂好きだから、実際国会議事堂行きますよね。はい、皇居行かないですね、うん、好きだからね。もう映画って国会議事堂好きすぎなんですよね。国会議事堂。象徴的な部分だから、しょうがないんですよ。はいはい。江戸城壊してもしょうがないっていう。うん、なるほどね。
確かに。あ、東京タワーね、モスラね。ああ、モスラスーツ作りますからね、うん、はい。今ならスカイツリーコースでしょ。ゴジラは空気読むとか言って。あれ、だって鎌倉から上がってさ、はい、ずっと来て、横浜飛ばしたからね。いや、うちの近くですよ、思いっきり。通ってるはずなの。いやいや、なんか、紫さんのあたりも結構やられてるらしいですよ、うん、実は、はい。絶対通ってる。やばいですよ、やばいですよ。うん、はい、あ、そう、うちの近所でいきなり砲撃とかやってますから、あれ、うん、もうやめてくれよって感じですよね、本当に。ああ、俺んち潰されてるみたいな。だって武蔵小杉で問題になるぐらいだったら、はいはいはい、絶対みなとみらいの方が問題になるから。いや、絶対みなとみらいの方が。みなとみらいのビル高いんだから、はいはい、てか鎌倉は あの状態だったら、うん、あれ八幡宮やばいですよ、あれ。壊滅だよ、壊滅。こと鎌倉全滅。ひどいなって感じですね。あれ多分金沢八景のあたりが行ってるのかな、うん、はい。すごい気になりましたね、自分としては。その毎回首都を狙ってくるってすごいよね、ゴジラって。なんでこう、秋田とかじゃなくて。いや、秋田行かない。秋田行かないですね。絶対行かないです、秋田行かないですね。ゴジラ青森に上陸ですみたいなないですよ。青森上陸ないですね、うん、まあ、絵的な問題じゃないですか。やっぱり絵的な問題じゃないですか。秋田とか、ね、あの八郎方八郎方居座ってますみたいな。いないな、ないな、それは。人口密集地ですね、やっぱりね。ゴジラ VS 生ハゲって生ハゲ、ゴジラ VS 生ハゲ。名前こんなんですよ。そうですね。悪い子、めちゃめちゃ悪い子ですよ、ね、悪い子言うけど踏み潰されますからね。スケールが違いすぎます。生ハゲあれってもちょっと心の傷になるでしょ、あれ。あれね、うん、僕トラウマになるでしょ。ほら秋田にちょっと親戚いるじゃないですか、うん、で昔僕行ったことあるんですけど、空港で、うん、たまに生ハゲがお出迎えみたいなことやってるんですよ。やってたんですよ。今やってないと思うんですけど、やってたんですよ。そしたら本気で生ハゲ来てて、うん、秋田に着いた子供とかが、うん、まあ、親戚おじいちゃん家に行くとか言うのに突然生ハゲに出迎えられるわけですよ、国上で。怖いよ、怖い。ギヤーとか言ってマジ泣いてんですよ。子供の時だと怖いよ。あれ怖いですよ。それうちの、まあ、その おばさん、まあ、おばさんとか、まあ、親戚筋の人にその話したら、あんなこと秋田のもんだってもう思われたらもう恥だからやめれとか言ってすげえ怒ってましたよ。何考えてんだみたいな。で、秋田の人間は、あれ、あの、男鹿半島なんで、上の方の、はいはい、あの、ものなんですよ。うん、で上の北秋田ってどっちかっていうと、南の横手とかの人たちに言わせると、うん、めちゃめちゃ田舎なんですよ、うん、上の方は、うん、あんなマタギとかいっぱいいるとこだっぺみたいな、うん、世界に。あの風習が勝手にこっちまで入ってきてるって、結構ね、もう、怒ってるんですよ。はい。県の中での一部のことなのに、全県の文化と思われると困るっていう、ね、うん、横手の人はもう怒ってますよ、ね、うん、それはあるね。まあ、あれはね、まずいですよ。子供には怖いでしょうかね。いや、あれは本当に。いや、僕も幼稚園児の頃に、なんか地元の、なんていうかデパートみたいなところに、はい、おもちゃ売り場あるじゃないですか。はいはいはい、おもちゃ売り場あるんですけど、ええ、そこになんかこう、お面がこう、すごいこう陳列されてる部分があって。お面とか怖いですね。なんか妙にリアルなお面があって、おもちゃ売り場楽しいはずなのに、僕絶対そこにだけ行きたくなかったんですよ。怖いから。怖いよね。子供の時って怖い。確かに。怖い。能面怖いですね。能面とかなんであんなやばいんだっていう。はい。ありますよ。能面怖いね、うん。トラウマになります、トラウマ。本当に。そう、能面怖いわ。本当。はい、